市で59回を迎えます。大学生のバレーボール選手権ティップルーンスーパーカレッジバレー2006、今日の東京体育館は3位決定戦と決勝戦が男女ともに行われます。まず今日の第1試合は男子3位決定戦、早稲田と日体大のゲームです。この試合解説は全日本大学バレーボール連盟副会長、前筑波大学バレー部監督の栃森慎さんです。栃森さん、よろしくお願いします。3位決定戦は準決勝を敗れた両チームの対戦ですが、もちろん3位になるかどうかというのはね、また一つね、名誉ですよね。はい、もう昨日の試合で悔しさが残って反省をしながら、夜も万事ともせず、こうすればよかった、ああすればよかったという思いがたくさん胸の中にはあるんじゃないでしょうかね。しかしそうはいうもののね、3位決定戦ですから、ここで1年間の有終の美を飾ってほしいなと思います。やはりこの両チームの前に東海大学、筑波大学という両チームが立ちはだかったわけですが、早稲田も日体大も昨日は素晴らしいゲームを見せました。特に日体大は筑波相手にフルセットに持ち込むというですね。そうですね、もう本当にどちらが決勝に出てもおかしくないということの内容でしたね。はい、確かに日体大は数字を見ても筑波と遜色ないどころか、はい、特にサーブレシーブなどはかなりの高い成功率でした。はい、サーブレシーブの安定、それからスパイクの決定率も筑波を上回っていましたけれども、残念ながら失点で4からスパイクポイントが8点の差でですね、最終的には負けてしまいましたけれども、まあ、今年は今までは東海と筑波が首の差1つ出ていましたけれども、今回のこのベスト4はですね、本当に力が接戦していい準決勝を行いましたですね。はい、早稲田のメンバーが今呼ばれています。早稲田は準々決勝は中大との対戦で非常に、まあ、接戦を演じました。昨日は東海にかなり力の差といいますかね、やはり第1セット第2セットはありましたけれども、はい、ただ第3セット芝小屋の活躍などもあって取りました。難しいボールをうまく処理して、早稲田ここにありといういい形でですね、ジュースの結果1セットをもぎ取ったということは、はい、本当によくできたもんだと思いますね。その早稲田の今日のメンバー、松永、二木、中島、芝小屋、黒木、北沢、そしてリベロに藤森、昨日と全く同じスタートスクス、そしてリベロになります。菊池監督、去年は久々に早稲田を3位に導いたという菊池監督ですが、今年はやはり一つ上を狙って決勝を狙ったんですが、残念ながらこの3位決定戦に回ることになりました。しかし今目的に一歩一歩近づいているということを実感したんじゃないでしょうかね。年間を通して応援してくださった早稲田の関係者にお礼の意味を込めて今日は頑張るんだということを先ほどおっしゃっておりました。一方の日体大、昨日筑波に先ほどご紹介したようにフルセットの末敗れました。ただ今年春のリーグは2部だったことを考えると、はい、本当に勢いが出てきたなというね、はい、秋以降ですね。はい、もう昨年一昨年と冬眠していた状態でございましたので、今年は本当にいいチームに仕上がって優勝を狙えるチームまで堀田監督は育ててきましたですね。冬眠という話がありましたが、2003年のこの大学バレー選手権で不祥事があって、それ以降、まあ、3部あるいは2部と渡り歩いてようやく戻ってきたこの思いです。さて日体大の今日のメンバー、昨日とやはりこちらも変わりません。米山優、そして神田、長尾、丸、川村、相澤、そしてリベロに野中です。昨日は終盤は米山達也という18番の選手がスタメンに入ってですね、はい、活躍を見せましたが、川村をやはり10番そのまま持ってまいりました。はい、もう来年のことも考えてみると川村が中心にならなきゃいけないなということがあるんでしょうけれども、はい、とにかく米山の兄貴のキャプテンがチームを引っ張ってきましたし、そして相澤のブロックが非常に炸裂してですね、サーブレシーブの良さを攻撃にうまく結びつけていましたですね。はい、先ほどちらっと映りましたが、監督は森田純吾監督、ちょうど対外試合禁止処分中の2004年3月に監督してようやく、まあ、関東リーグの方では一部に返り咲いた日体大、早稲田と日体大というのは伝統校同士の対決になります。この両チームの対戦は
春は早稲田が1部、日体大が2部ということで対戦なし、秋は1試合だけですね、対戦していましたけれども、日本体育大学が3対0で取っていますので、早稲田としてはリベンジという意味もあるんではないでしょうかね。はい、秋のリーグ戦、共に関東リーグに所属しています。日体大、日本体育大学は4位、そして早稲田の方は5位で秋のリーグを終えました。ですから早稲田、去年3位に入ったとはいえ、今年の秋の力でいうと日本体育大学の方が上ということになります。さあ、まもなくゲーム開始です。3位決定戦、去年について早稲田はこの舞台、日本体育大学はこのインカレ、久々のこの、ベスト4入り、そして3位決定戦に回りました。最初のサーブ権は日本体育大学です。長尾浩輝がまずサーブを打ちます。早稲田と日体大の3位決定戦が今始まります。フッターにしっくり返ってレフトからプロキック。早稲田は昨日はなかなかコンビバレーの得意のコンビがなかなか行きなかったという選手でした。東海ということもありますが、とにかくセッターの北沢になかなかうまく入らない。あった聖馬が打ってきました。サーブレシーブの中心は日体大は野中で、野中にボールが集まってうまいコンビネーションが組み立てていきたいなという一方、早稲田は藤森がリベロなんです。また肩がいきます。そのまま日体大コート、またダイレクトで打ってきました。ポイント日体大、今日のポイントはまず日体大としてはそのサーブレシーブが出てきましたね。はい、こちら4年生キャプテンの米山優太です。重点的に絞っていこうかという探り合いの
橋です。193センチ。それにしても真ん中の2機、2メートルですからね、はい、それがずっと
セット目から比べますと立たせられないですね。そうですね、はい。まこや、またドロップにかけました日体大、相澤。予定している選手がいいブロックをしましたね。昨日は相澤は本当によくブロックをして9本止めてましたからね、はい。ちょっと見られた。ブロッキング、ただ入っています。
代わって須永武史が入ります。ピッツァここで一気に20点1対早稲田です。逆転してからリードを今はもう5ポイント広げています。このいいリズムができてますね。そうですよね、はい、綺麗に今日はスパイクまで立っています。早稲田もう使いましたがこれは採用。あっと今は日体大トリプルがありました。早奪いました。第1セットは逆転で早稲田大学が待ち取っています。